食事が始まるよね、今からね。いやいや、大丈夫です。未公開ってところでね。そうです、そうです。30分ぐらいこれ撮っとくか。タコス。タコス。タコス。全然カフェオレが混ざってないんだよね。もういいや、もう。あ、カフェモーモーが混ざってない。カフェモーモーね。モーモー。モーモーやばい。モーモーやばい。モーモーとペーペーのあのもう、そう。ビンビンでモーモー食べるって。ビンビンでモーモーでペーペーでモーモー。もうなんでかわかんない。もう繰り返しゃいいぞ。マジでモーモーとペーペーのもう組み合わせがマジすごいっすね。いやーでもそうっすよね。そうなりますよね。あのタイミングで始めちゃったからね。そのまじ、おぉ、モモ言ってると思う。モモで。そうそうそう。ズッコイのテーマ、冷や中華なのに。誰もやってない。そう、冷や中華。赤いのが、そうそう。次、カレーなの。カレー始まってる。そう、カレーも始まってるのにね。一切無視っていうね。モモに全振りしちゃった。そう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 。7月が牛乳なのにね。7月が中華食。冷やし中華味を冷やし中華やな。もうね、あれだよね、本当に統一感がないグループだよね。いやまあそこがいいんだけどね。そうそうそう。じゃあ7月にまた違うステッカー出すか。もうもうもうそろそろね。そうそういよ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 、いろんなもん、うん、いろんなね、いろんなプロジェクトが動いてますからね。ピンクで、ピンク、なんかピンク一枚入ってるんですけど。え、誰よ、お客さんが。あ、違う、いや、あの、アルバイト。え、何このピンクみたいな。あの時、ちょうど休みの日で行ったんで、とりあえず店に寄って、まだ何枚かあるだろうと、全然なくて、自分だけあの携帯に入れてたやつも全部出して、もう、全部を納品した。鈴鹿スバルのちょめちょめ。この番組はアカデンさん、おごせぐるぐるさん、ぬっこけジャパンさん、ノーズこけジャパンノーライフさん、ミルキー農園さん、家族食堂別天亭さん、ビンビンですチャチャチャさんの提供でお送りします。坂戸駅北口から徒歩5分、ミュージックバージュークボックスのジュークボックスパブスタジオで収録しておりますっていうことでね。はい、何も考えてなかった。鈴鹿スバルです。ビンビンです。ジュークです。何やった。もう本当に、なんかこう最初のね、つかみの部分なんか出てくるかなと思ったら何も出てこなかったですね。用意しておかないとね。そうたまにはいいです。なんか集中力が上がるチョコレートをこう来る前に買ったんですよ。そんで食べたんですよ。甘くなくてちょっとテンション下がってますあの当たり前なんですよ。なんかポリフェノールというか、なんかそれがすごいあるから、そういう風に、そう、苦いだけで終わったっていうね。そうだよね。しかも、よりによってビールと一緒にあの食べちゃったから、なんかね、なんか、なんだったんだろうな、なんだろうなってなったんですよね。やっぱ食べ合わせってありますよね。食べ合わせといえば、今、カフェオレとタコスを。ああ、なんかね、そう。あ、そうですね。あー、かわいい。かわいい。昨日最後らへんのお客さんに、はい、写真撮っていいですかって言われて。えっって、はい、いや、ちょっと厳しいです。なんでよ。なんで言ったら、うん。で、あ、うん、ズッコケジャパンのあれかなと思って、うん、そして聞いて、何ですかって聞いたら、はい、あの、業者の名前を言われて、はい、あの、うちと取引してる。なんとかですって。おほみたいな。どうもっつって。で、ビンビンさん、あの、松本さんと電話すると、はい、なんかみんな、はい、今日松本さんだったみたいな感じで、なんかみんなテンション上がるらしくて、
で、なんか人気なんですって言われて、なんだそれはと、でどんな顔してるかちょっと写真撮ってマジかなんて、いや写真はきついんでステッカーっつって、はい、ステッカー渡して、このステッカーハートバージョンですか、それともあの明日にピースのカルピスバージョン、全部ですか、重いからあのビビブタのやつ、あで今日電話して、うん、昨日、あ、今日ステッカー見ましたよって言われて、何なんだろうなと思って、いやでもね、いやそういうのありますよね、ないでしょ、電話してるだけで、いや電話の声でどういう人なんだろうみたいなのあるじゃないですか、相当興味がね、あれ村が多いんじゃないですか今日ご機嫌だみたいな、なんか今日なんか、ね、なんか元気なかった、どうしたんだろうねみたいな、絶対今日寝起きみたいな、だんだん興味が出始めて、そうだね、いつも 5時台に電話する、あそれあるかもしれない、なんか今日なんかあったのかなみたいな今日めっちゃ元気だったんだけどどうしたのかなみたいなあるんじゃないですか、裏かそう、いやでも電話で分かりますよね、あ相手の村というか、ずっと喋ってるのね、うん、ほんとね、面白いですよね、テンションが上がんない時とかね、どうしてもね、声がね、うん、電話出る時、やっぱちょっと声のトーン上げます、ちょっとやってみようか、今やってみます、ドゥルルッドゥルルッドゥルルッ、はい、松本です、いや、そんな、全然そんな言い方、そんな言い方、やばいそれはもうね、もうお店の電話だよね、お店の電話、深夜2時の電話の出方だよね、寝起きのね、誰だよっていうの、店の電話全部止めてるんで、あ携帯に電話かかってくれるのって言ってきましたけど、携帯に電話かかってきたらどんな電話とする一緒なのよ、嘘よ絶対絶対嘘だ、俺登録名でさ、あこの人仕事だって言う人だもん、トゥルルッドゥルルッドゥルルッドゥルルッ、もしもし松本です、あんま変わんないあんま変わんないかもしれない、逆はでも僕ビンビンさんにでもうっすうっすうっすまあねうっすって失点したんですよ、うっす業者さんはそんな感じだね、うんそうだね、知ってる人の電話の時だけ俺いいことめっちゃ言うからね顔見えないからいいことめっちゃ言えるめっちゃ向かってじゃ無理だからそう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 、え、じゃあさっきのその業者さんに来た時もそんな感じの電話、そんな感じですね、あんまり結構声高くもしもしって出るんですよ、新しいなんか取引するかもみたいな感じはちょっと変わるかもしれない、ああいつもの時はもう圧かけるんですか？かけ。いや、うちはビンビン豚っていうお店なんだけど、圧かけんじゃないですか？昔やってうちはなんとかですよみたいな。いいんですか？いいんですか？うちビンビン豚ですよ。あれはし。えっ？圧はね。圧はね。そういうこと。いやウィンウィンじゃないとやらないよね。取引なんてね。電話の時って声変わるよね。結構ね。変わりますよね。変わる。もうだってこの場面で収録の時だってもうテンションが違うんですね。俺もだって営業中はもうここ二人はダウナーですからね。完全にダウナーですからね。こう熱くなった瞬間に終わるタイプだから、なるべく抑えようっていう感じでね。熱くなっちゃうと終わりですよね。消えちゃうからね。変な笑顔が出てくる。そう。どっちか。どっちか。そう、ダウナーの時の方がいいです。で、なるべく喋らない時の方が調子いいです。なんなら鼻歌を歌ってたらもう最高です。いやいやいや
始まる。歌うよ、ね。歌う歌う。歌う歌う。ダメなんですよ。歯食いしばっちゃうタイプで、集中すると歯食いしばっちゃって、うん、歯医者行くとスポーツやってるんですかって言われるぐらい、奥歯がもうグーってなっちゃうから、なるべく鼻歌歌うようにしてるんですよ。それでそう、は、噛みすぎちゃうから歌ってたんだっけ。違うよ違うよ、ね、誰が鼻歌でメタリカやるんだよおかしいだろそう、メタリカかかったね。そうそうそうもうね、メタリカとかエミネムとかかかってる、もう訳が分かんない。もういっぱいいっぱいだ。うん、ほんとね、そう、お客さんが乗ってる時がある作って、こう、丼持って、盛り付けに行くと、こうやって乗ってる時があるって言って、そう、うん、それはそれでね、いいっすよね。そうそう、ちょっとずれたお店なんでね。トークテーマいきます？いきましょう。今日のトークテーマが花火です。花火やったことあります？花火はあります。あります。好きな花火は？好きな花火は、はい、線香花火。あ、下から見るか横から見るか。そう下から下からだってビンビンさんの界隈だと後輩をこう顔を出てかせてこうやってやめろ花火はどうやら下から見る花火は次はちゃんとお火を出してねっつって結構花火ね。白板とかちゃんと覚えないとダメだよっつって怖いなぁ。でも宅板間違えないように詰めて触らせてますもんね。うん、そうだね。そう、宅板間違えないようにするためにってもう本当に順番でこう並ばせるしかないもんね。そう、特に GK はそうですよね。そうだね。そう、だって大体こう横並びでその順番で作っていくから、ロットであれでしょ。そう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 、ね、だから並ばせるの、俺が流儀みたいなところありますもんね。そうそう、ここまでが面のあれの、そう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 、そういうあれはありますよね。そう、それ見出すとやっぱ線香はね、そうですね。いやー、ほんとね、線香花火、そんな怖い使い方あったんですね。使ってね、やってね、やってね、ダメですからね。ずっこけのステッカーにもありましたよね、ゴリラが線香花火してる。あ、そうなんだ。そう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 。あれはじゃあモデルが…俺モデルが…モデルなの？クロミさんの後ろにいたから自宅さんに貼ってあるやつですよ。あれは…あれ線香花火持ってるやつです。そう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 、ゴリラが線香花火持っててチューチュートレインやってるやつ。線香、そう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 、チューチュー、そうチューチュートレインやってるやつ。そうそうそう、そういうあれだったっすね。そう、いやでも花火って言ったらこう打ち上げ花火、打ち上げ花火、ね、そうそうそう。でももう今打ち上げられないんじゃないですか。あ、それ自分たちでやるやつだ。そう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 、どこで打ち上げられるかな。あれね、そう、公園とかほぼ打ち上げ系はダメだ、ね、禁止ってね。手持ちでね、青春ごっこするしかないですよね。でもね、ドラゴンをこう持つ。そう、いや最終的に火つけるために花火こうやってやって楽しんでんだからね。わかんないから、ね、あれエモいよね。まあまあ、でも中にはいるじゃないですか。こういう風にシューってやってるのにこっち側からシューってやるからジシューチーってやる。そう、やけどしちゃうんですよね。そう、余計にこう火を持ってくるやつね。そう、やめろよつって、危ねえだろつってなる。あれ一気にバーってやって急に全部が消えた瞬間のあの沈黙がちょっとはぁ、あ、ってなるんですよね。寂しくなるし、なんか途中なのにもう終わった感出ないですかね。あれでも花火買うときバラエティパックみたいなやつで、あれさ、一個だけさ、はい、なんだろう、
ストローみたいなところさ、なんか厚紙にこう入れてバチ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 言うやつ、あれは何なんだろうな。あれでも取り合いにならないですか。なるんですけど、やった人は全然面白くないですよ ね全然面白くないですよ、ね、しかも短いからさ、一瞬なんだよね。そうなんですよね、ほんと俺ほんと全然面白くないですだけどあれがなんか目玉みたいな感じでね、主役みたいにあ、でも手持ち花火で水の中でもなるよね。知ってます？え、バケツの中にそうジュッジュってやってもうおーってそうで、また開けたらさーっとそういう風にできてるんですよ。そんな花火やってんの？いや、みんなそうそうそう、そうなんか花火の火薬の中に酸素が入ってるらしくて、なんかよくわかんないけど作るらしい。だから水の中に行っても消えないのよ。だからバケツあってもでも意味なんだよね。そう消えないから、そう終わった後のジュッてやるだけ終わったんじゃ大抵もう安全だからね。そう、それがもう本当にみんなで花火でグワバーってアーチ作ってそこをまーって走っていくときにザーッてかける気まずいそうそれ下でもね、今は動ないとね。それあの花火の意識でそれ必要なんですよ。花火じゃない、ないよね。火祭りどっかの祭りになってる筒みたいなのジャーッあれ何の効果があるんだろうと思ってみんな手持ちかね、打ち上げか、あとはもう昼間やる、昼間しかわからないね。そう、なんかむにょむにょむにょって出てくるやつ、ヘビみたいなのとか。え、煙じゃなくて煙もありますし、ヘビ花火って火つけるじゃないですか、なんかむにょ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 って我慢した運動みたいな。やめてモリ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 、あとはなんかネズミ花火とかね、投げるんですね。そう投げてたぞ。のけどこうやってパッてやってギリギリまで持ってこう。ネズミ花火は紐でこう吊るしてシュ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 回ると結構夜でも綺麗で。へえ。プロポーズの時に使おう。ネズミ花火。絶対断られると思うんだよね。シュ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 。パンっていうことありますか。そう、あとなんだろう、ロケット花火とか。ロケット花火、ね、でも今見なくなりましたね、ロケット花火、ね、ダメなんじゃないの、もしかして。いたずらでみんな使いますもんね。間違いなく投げ込むからね。間違いない間違いないで、それしかやるよ、やりようないです。コロナミン C のやつに入れて打ち上げ花火絶対手で持ってやっちゃダメですよ。そうだよね、そう本当に危ない、当たりそうになるからね。しかも投げた瞬間こう落ちてきて、そうバーンバーン、やべやべやべ、倒れちゃってシューッてやって、あーってやるね。なん花火ってハプニングしか起きないですかね。結構花火持つとさ、みんなバカになるよね。ありますよね。なんなんですかね、興奮状態ね。テンションが上がるんだろうね。ロケット花火10個ぐらいさ、一気につけてさ、パタンと思った時はもう、ザーッ、ね。そう、ほんとね、誕生日とかでも、ケーキに花火ついたらテンション上がるやつだよね。あれめっちゃテンション上がるんですか。あれ、おしゃれ感ね、そう。ね。あれどうやって消すんだろうと思いながらね。あれが線香花火だったらどうなったんだろうね。あとパラシュート花火とかもあって、ね、ポンって上がって、あ昼にしか分からないやつ。昼花火ね。花火の種類とか減ったんだろうね、もうね。今ね、減りましたよ。だってコンビニで昔はバンバン売ってたイメージありますけど。ああ、そうだね。今売ってる？今時じゃん、もうちょっとしたの、ようちゃんの車の中に3年前の花火が入ってバラエティパックがまだあるっつって誰ともできなくてずっと残ってる。どんな花火よりも切ないどんな花火よりも切ないわ。毎年ね、やろうって聞くんだけどね、なあなあでか終わっちゃっててね、また年を越してるっていう。じゃあ
じゃあどっかでね、ようちゃんの花火大会をね。別にもうつかないと思うけどね、もうね。いやー、わかんないっすよ。あと花火って言ったらね、花火大会。そうですね。ここら辺だと鴻巣のでっかい花火とかもあります。熊谷の花火とかも有名っすね。わかんない。だから今年はね、7月24日に入間の入間基地の納涼祭り、8月17日の土曜日に東松山の花火大会、それぐらいなんだ。いやでも花火の打ち上げ職人とかいなくなっちゃったんじゃないですかね。確かに弟子とかもだいぶ減ってんのかね。しんないっすよね。なんで弟子が増えないんだろうね。いや、花火打ち上げたくないんじゃないでも機械で全部やっちゃうんじゃないですか今。そうや、今ね、すごいんだよね、コンピューターでね、全部タイミングを合わせるためにコンピューターで、ね、ああ、セッティングっすよね。昔の花火の打ち上げ方っていうのをちょっと僕がレクチャーするんで、ビンビンさんが参加してもらっていいですか。弟子として。昔のね。で、僕がベテランの花火、派遣の花火職人やるんで。派遣の。そう。そう、新人の派遣の花火職人。派遣ですか。どっちも派遣じゃない。派遣いらねえじゃん。あ、じゃあ、あれ、ジュークさんが、なんか花火師をまとめる親方。元締めで。はい、今回ね、花火をやるってことでね、僕ら、はい、僕とビンビンさんがね、はい、来ましたね。はい。今回僕らが任されるところは、一番小さい花火の部門。あ、小さい。はい。で、いいんですよね。おぉ、いいよ、いいよ、いいよ。頼むよ。おぉ、まだコンピューターで打ち上げるシステムがまだの、まだ派遣じゃね。早いか。今トラックに打ち上げるためのゴムのペンって飛ばすやつがあるから。え、パチンコあるじゃないですか。パチンコ。あれで僕らは飛ばすんですよ。ちょっと待って。僕らが担当にこんくらいの野球ボールぐらいの花火じゃなくないそれ。花火。そう、火つけてキュッ飛ばすんですね。そう。手動で。そう。やったことはないですね、新人だから。俺レクチャーするんで。んで、二人一組でやるんで、火つけてもらって、僕に渡してもらって、これシュッと飛ばすんで。はい。花よこせですね。そう。で、大きい花火の方は、親方さんたちが、投石機で笛に飛ばすんで。投石機で。そう。グン、キュードーンって行くんで。もう、中世のヨーロッパ。そう、やっていくんで、はい、はい、じゃあまず火つけるところからね。はい、じゃあタイミングよく、はい、ちょうだいちょうだい、はっ、はい、ピューそう、バン、オッケー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 、次行くよ、次ピューパーン、オッケー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 、そう、これを続けていくからフィナーレとか大変だから最後に尺に立つよね。そう、さあフィナーレの前に自分練習しとく。部活何やってた。野球。あ、野球か。あ、じゃあパチンコよりも手投げの方がいいかな。そう、じゃあフィナーレ やってみようか。フィナーレの練習ね。そう、じゃあそしたらもう2人で投げるしかないから、大きい花火があるから、ちっちゃい花火はもうポコポコポコ投げなくちゃいけないから、じゃあやるよ。ドン、お、ピュドン、お、おめえら数字いいじゃねえか。なんだよこれ、なんなんだこれは。ひどいひどい、お前のイメージそれだったんだよね。花火投げる人がいるのか、投げる何メートル上がるんですね。ダルビッシュに教わったジャイロ回転で投げる人がいるんだって。どこの人。東北じゃないんですよ。ジャイロ回転で投げるんだっつって。大谷もやってんだっつって。そう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 
みんな派遣のね、派遣の手で投げてる。いや、一人25球だからな。今日2万発ですか。この人数で2万発いくんすか。大丈夫だよっつって、昔はね、3人でやってたからっつって、いい時代だよっつって、昔の高校野球みたいな。ゴムで飛ばすからと、こんなか正義がないっつって。大丈夫だよ、明日はなんて新潟の方で花火大会やってるんだから過酷。これ終わった頃には154キロぐらい投げられるかなって感じで。ひどい。思ったコントと違かった。俺は花火職人がポンポンポン投げるイメージだった。俺は鎌持ってこい、おかしなっつってさ、鎌持ってきたりとか。そっちだった、そっちだった。乗ってね、こうやってさ、ね、違うっつって。にゃーっつって。猫だ、猫だっつって。俺はだからあの最初の方は練習のためにちょこっとずつポン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 上げてんのかなと思って、そう、最後フィナーレのためにみんなで「あー」って肩が、そう、肩できる、出来上がってきたからっつって「大輔から行くぞ」っつって「はい投げろ」っつって「次ケンジな」っつって「いいのケンジ、今日一番上がったよ」みたいな。イメージね。ケンジは誰なんだろう。分かんない。大好きし、若松でいいよね。若松じゃないですか。松坂じゃない。松坂、松坂だ。ケンジは誰、ケンジは誰なんだろう。ケンジはあれドラフト指名されなかったんですよ。いやいや、野球から、社会人、野球から花火にね。そう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 、そう、上な、上、お前アンダースローは無理だろうっつって。アンダースローは無理だろうっつって。いや、いいっすね。でもね、ゴムで上げてた時代とかないっすかね。ねえ、だって打ち上げ花火なんだよさ。死んじゃうんだよ。そう、火つけたら飛ぶんだから上に。勝手にね。そうなんですか。勝手に飛ぶんだよ。あれ、あれ人力でドンとかやってんじゃないから。あの、シーソーみたいな、シーソーに終わってるよ。一人ずつ順番に待ってたら高いところからさ、ひょいドンって100人ぐらいだな、ね、次行くぞーっつって、ペッとそうやって開けてるわけじゃないから、自動筒に入れたらね。そうだ、筒に入れて火つけんの、ボタンとかあれじゃないですか、あのダイナマイトみたいに長いですよ。ジジジジ、遠くからのジジジジジボーン。でも大体あれ途中でね、なんか切られたりとかね、シュッて言えばシュッて消すやつとかで、ない、赤はラスト1秒だったっつって、そう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 、赤か途中で赤か青かで、どっちなんだどっちなんだっつって、ドーンダメだったんですよ。ドーン、あ、毎回ダメで上がってくる。赤と青と選択失敗してる。そんなドラマがあるといいな、ハロウィンね、下でね。ほんとね、下でね。そんなドラマないですよ。あの、きっと成功した時になったら下で抱き合ってるんでしょ。そうそうそう。いや、打ち上げる花火って今あれ形変えられるじゃないですか。そう、何の形飛ばしたいですか。ね、なんかメッセージ的なのとかね、いいかもしれないですよね。結婚してください。結婚してください。ごめんなさいって言っちゃいますから。違うから。返事も花火で。うん、赤か青か。運任せで、ごめんなさい。ごめんなさい。誰々さんのプロポーズでした。続いては誰々さんのプロポーズです。僕のパンツを洗って。途中で飛んじゃった。ギャグのつもりだったのに、もう滑ってる。ごめんなさい。ごめんなさい。
曲なんでしたっけ、夏祭りで、じゃあじゃあ聞いてください、夏祭りなぜ疑問なのか何だったっけの、いろいろね花火の曲をね探してやってたよ、お送りしたのは北島三郎で祭りでした。夏祭りっつって夏祭りの方はさ、ちゃんと打ち合いが花火って言うけどさ、北島三郎の祭りはさ、花火出てこないと思うよ。ほーだよね。祭りだってどっち流せばいいですかね。あのここの部分はカットでしょうね、北島三郎の部分ラジカワさん的にはホワイトベリーだと思う。ホワイトベリー夏祭りお送りしました。ホワイトベリーになったやつね、花火の思い出とかね。あれすげえミニスカートで歌ってましたよね。ディン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 、いや覚えてない、違いましたっけ。ビュー、俺実体隣人世代だから、あホワイトベリーの方見てない。赤源さんホワイトベリー浴衣の短いやつで歌ってましたよね。 あそっか、浴衣だ赤源さん。知らない、知らない、知らないそう。あれ発光さん、アイドル大発掘の発光さんなら、ね、ホワイトベリー、ホワイトベリー、ホワイトベリー、待って、でもそうだ、そうですよね。そう、俺小学校ぐらいの夏休みの時にそれが流れてて、毎回あの友達とこうやって、あの当時の男の子はみんなやってますって、みんなやってる、テレビがこうやったら下からこうやってね、あの時代ブラウン管だったからちょっと丸みがあるからさ、角度でって言って、そう毎週お昼のドラマのあれだ、曲だったから毎回見ても絶対見えないのに毎回一生懸命バカだよね男の子ってね、バカだよね、そんな話を学校でしているんだよね。夏休み終わった後ね、でもあれすげえ見てたよね。そうキッズ王だ、キッズ王、そう大好きいつごちゃんとかね、大好きいつ大好きいつごちゃんとかね、大好きいつごちゃんだったっけ、大好き、違う、大好きじゃなかったっけ、大好きだっけね、大好きいつごちゃんでしょ。俺あの温泉宿で働く、ああ何ちゃんだよ、はるちゃん、はるちゃん、はるちゃん、温泉行こうだっけ、なんだっけ、温泉行こう、そう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 、詳しいじゃないですか。すげえっすよ。あの1時台のドラマ。でも1時半からのやつはちょっと見れない。うん、ああ、グリーン系のやつだ。なんか。いや、ドロドロで。サートボタンとかだったから。あれは見てない。そう。この豚がってやつ。あの時代何だったんだろう。ボタンとかあの時代何だったんだね。そう衝撃的だったもんね、あの革靴のステーキの時にさ、あのやばい狂ってますよね。脚本家も狂ってるし誰も止めなかったくんがやばいっすよね。過激だ、そう本当にね。こんな感じで終わっちゃいますけど大丈夫ですか。そう花火もね儚く散るみたいなね。花火だったか、花火でしたね、今日のテーマね。はい。エンディングのお時間です。はい。鈴鹿すばるのちょめちょめでは、スポンサーを募集しております。1ヶ月2200円、3ヶ月で6600円です。はい。はい。ラジオのお便りを、X、インスタ、ラジカーホームページ、投稿ボックス等でお待ちしております。お気軽にお願いします。と、はい、いうことでね。はい。来週のテーマが、割り箸。割り箸。割り箸はね、広がりますね。喋ることないでしょ。あるでしょ。ある。あるでしょ。割り箸の話なんて一晩話せられる。マジ？うん。告知等ありますか？ズッコケの方はね、相変わらずスタンプラリーをね、頑張ってってね。はい。お楽しみジャパンのね。お楽しみ。中身もね。そう。楽しみにしてもらって。花火が入ってるかなっていうことで、ようちゃんの花火関係ないのに出なかったんだ。
じゃあタコス休憩の後にまた2本目撮りたいと思います。はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。